こんにちは、アンドロイドのお姉さんです。私はただいまイタリアのローマに来ております。これからローマから車を2時間走らせた郊外にある町チビタに行くのですが、その前に海外旅行に役立つ小話を一つシェアしたいと思います。昨今の海外旅行で一番大事なものと言っても過言ではないのがネット環境。私は古いタイプの旅人だったので、今までは現地に着いてから空港で SIM を買って差し替えて使ってました。ただこの旅からは eSIM を使ってます。私が使っているのは世界中で1000万人の旅行者が使用しているエアロという eSIM。アプリを入れてパッケージを購入すると海外でもネットが使えるようになります。事前に日本で購入していくと、空港に着いたその瞬間からネットが使えます。アライバルカードとか書き方がわからない時でもすぐにネットで調べられるので、かなり心強いです。空港 Wi-Fi ね、使い物にならない時たまにあるから。そしてイタリアに着いてからの10日間ぐらい、実際に私も使っているのですが、どこでも問題なくサクサク使えますし、なんといっても管理が楽。SIM を差し替えたりしてないのでね、日本で使ってた SIM をなくす心配もありません。あとアプリでギガの残量も見れるので、使いすぎも防止できます。エアロの使い方はこんな感じ。例えばこんな風にアプリを開いて、どこの国の SIM が欲しいか選びます。私は今イタリアにいるから、イタリアを選択して必要なギガ数と日数を選んで購入。あとは説明に沿ってインストールするだけです。ちなみに私はこれからヨーロッパの他の国にも行くつもりなので、ヨーロッパ周遊パックを購入しました。ただでさえ物価の高いヨーロッパで国ごとに購入していると破産しかねないので、このようにプランの選択肢が多いのも魅力です。私はこの90日有効の50ギガの eSIM 購入しました。しかも今回特別な割引コードをもらったので、皆さん海外に行くときはぜひ使ってみてください。というわけで今日も早速観光観光。暑い。今日はドライブに行きます。車で2時間かけて向かうのはローマとフィレンツェの間にある天空都市チビタ。今回アテネで出会った友達がちょうどホリデーでイタリアに来てるということで、車乗せてもらっちゃいました。ドライブ2時間英語で会話って結構疲れるよね、運転もしてないくせに。そして山道を進んでいきます。きっかり2時間で町のふもとに到着。シビタ・ディ・バンガデ。チケット。町に入るのに5ユーロかかります。トイレットは汚かったし有料でした。ここからバスに乗り換えて向かいます。これに乗ります。なんか2ドルかかるって言われてたけどフリーやった、ラッキー。あそこに今から行きます。行き方が1本の橋しかなくて、死にゆく都市と言われています。チビタは天空の城ラピュタのモデルとも言われている町で、度重なる地震や雨風の侵食により自然消滅してしまうのではないかと危惧されている町です。やはり遠くで見てこその天空都市っていう感じですよね。すごい
すごいよ、すごいよ。ちびた。宮崎駿。宮崎駿はいつ来たんだ？ここに。わかんないや。ここに入るために行き道が一本道しかないのね。ブリッジ、橋、チケット。くちゃくちゃになっちゃった。Il caldo qui, signora mia. Ne ero venuto a casa. Sa che stavo bene. Grazie. Sa che stavo bene. Wow. 300メートルほどの長さの狭く急な橋を渡る以外に町へ向かう方法はないという、だいぶ到達難易度の高い場所であります。すごい。本当に。本当にあれなんだね。あれって言葉出てこないけど。孤立無縁。孤立。はあ、こっから街が始まるかも。イタリア一美しい街の一つにも数えられているので、観光客もポツポツいます。サムレストランやお土産ショップがあります。おそらくここがメインの広場だと思うのですが、かなりひっそりしてます。それもそのはず、この町に住む住人は20人にも満たないと言われています。死にゆく町と言われ、いつかは全てが沈んでしまうこの町に住み続けるのは容易なことではないのでしょう。素敵だね。イタリアにもこんなとこがあったんだね。エクスプローラー。あ、人の庭かな。人の庭かな。こっちもメイビー行き止まりね。探検ですわ。ああ、行き止まりだ。こう街の浸食が始まっとるから、この先は行けないね。うん、 YouTuber で だけどもやめておこう。廃墟になったチャーチかしら。おう、おう。I'm scared here. なんか、初期の頃の私の YouTube を思い出す感じ。おう。なんて書いてるか読めないね。わかる方は拡大して読んでください。やっぱいつの時代も祈りの場はあるよね。うーん、面白いね。額なので、シビタの料理は美味しいのか。あ、ピッツァ、トマトブルスケッタとラザーニャシェアして食べます。グラッツェ。やっぱり孤立した町だし、物資運ぶのも大変そうだから、めちゃめちゃ味が美味しいとかはないです、正直。ただイタリアはアベレージが高いですからね。本道を渡って帰ります。いつまでこの街があるのだろうと思いながら、後ろ髪を引かれる気持ちで帰っていきます。
よしよし、帰りましょう。帰ろう帰ろう。夜になってきました。夜になっちゃった。ローマに着いたので何か食べます。デートっぽいね。アップルロールスプリッツァー、わあ、飲むぞ。イタリアに来て初めてのステーキ、美味しいかな。ポルチーニ。というわけでローマワンデートリップでした。冒頭でも紹介した通り、私のフリーダムな旅はエアロのシムによって成り立っています。皆さんも海外旅行に行く際にはぜひエアロを使ってみてください。では次の動画でお会いしましょう。